カハブ族は台湾先住民に属する民族である。タイラホ族に分類される。漢字で甲府族と表記される。台湾の台中市と南投げ県ホリチンに分布している。台湾初語のカハブ語を話す人もいる。1732年まで存在した大原王国の厚生民族。カハブ族の居住区は主にホリボン地にある四部落である。マユ、京の南に位置する。 王、ムカデロン、マユ、ゆ、の北にあるウシネム山、シュジョウフン、よつの集落であるため、四小番とも呼ばれる。大中市の東勢、石岡、新社から、堀盆地に移住してきた原因は、大陸の移民により生活圏が狭められたことに加え、主営との説もある。カハ部族の集落はちょうど盆地と山地の間にあった。山岳地帯の武者など、 セデック族には首狩りの風習があり、清王朝の政府はイバンセイバンというリシュゲル政策を行っていた。山中の原住民に対する警戒のため、カハブ族がここで集落を建てたという。カハブ族は政府に原住民族として認定されていないが、近年は文化や言語の復興運動に取り組み、民族として認定を受けるための活動を続けている。 かつては、研究者により、パゼフヘ族の一子族とされていたが、現在は独自の民族として活動している。カハブ族は、自らの創造神話や清王朝に対する立場が異なること、言葉や民族アイデンティティなど、実際に、パゼフヘ族と相違があるため、パゼフヘ族に含められるとの観点を否定している。カハブ語とパゼフヘ語の違い、パゼフヘ語最後の母語話者と言われた。 反勤力について、大出身、カハブ族の母語復興運動者、バオケ大愛イイが実地で詳細に取材し、調査した結果によると、反勤力は確かにパゼフヘ族だが、幼い頃は、台湾語を話し、その後の養子縁組で、カハブ族の家庭で成長した。そのため日本の人類学者、土田茂と台湾の言語学者、李仁旗が、反勤力に尋ね、調査、記録し、 発表したことによれば、ハンキが話す、パゼフヘ語の資料は、かなりカハブ語に影響されているはずである。バウケ大愛はなぜ現在まだ残っている、パゼフヘ語は、カハブ語とこんなに掃除なのか。この結論で、合理的に推量しそうである。大洪水天神が空から降り、世界を創造し、子孫が代々受け継がれた。しかし大洪水によって世界が水面下に沈み、 人類や動物はほとんどを滅亡した。ただ、天神の後代である姉サバンカイシと弟バナカイシの指定がトゥッポジャーイユーズという山の山頂に逃れて行きながらいた。6日後に水が引いてから二人は山から降り平野に落ち着いて結婚した。やがて姉が妊娠したが、生まれたのは赤子ではなく肉塊だった。夫婦は肉塊を10個に切り分けると、 肉塊はそれぞれ人間になった。それで、カハ部族はまた子孫が繁栄した。アボク昔々、阿僕、英武フという男の子が両親と一緒に暮らしていた。ある日、アボクは山へ、漁に行った。だが山で何にも捕獲できなかったので海に行き、魚を取ろうと考えた。すると砂浜で産卵中のウミガメを見つけた。彼は卵を取ろうとしたが、差し出した手が、 ウミガメの尻尾の下の排卵する口に挟まれてしまった。驚いたウミガメは海に逃げ、アボクもそのまま海中へ引きずり込まれてしまった。どれだけ時間が経ったかわからない。アボクが目を覚ますと、そこは知らぬ島だった。周りには誰もいない。困り果てて歩いていると、焚き火の跡を発見した。この島に必ず人が住んでいると悟り、村を発見して、島民と一緒に生活した。 ウミガメが上陸したところは台北の淡水だという。キリスト教が入ってきた前、カハブ族は自然崇拝と祖先崇拝だった。カハブ族の神様 APU ダダワン、バンタソ、APU とはカハブ語で年配のものを指す語。APU ダダワン、バンタソはすべてを滑る男性の主催神である。魔術に優れ、右に出る者はいない。ヤマタは黒呪術があれば、 APU ダダワンに無病息災に願って直してもらったという。だが悪人はいくら願って祀っても無駄である。APU ダダワンと妻あずわうには子がいなかった。ある日 APU ダダワンはダムライという男の子と出会った。彼の可愛らしさに漢字入った APU ダダワンは養子にしようと考えた。数日後ダムライが 屋根の下で水遊びしていたところに落雷した。瞬間、ダムライは APU ダダワンと一緒に天へ登った。ダムライは理髪な子であったため APU ダダワンから魔法や呪術を伝授された。ダムライも APU ダダワンのように困っている人を助け救っている。ムカデロンに APU ダダワン、バンタソの病がある。ピルライ APU 子孫の神。 APU カイテカの神、APU マシュ水の神、APU ミコディマルロの神カツキシュとは、カハブ族の呪術である。昔、現代医療がまだなかった、時代、呪術が伝承されていた。現在ではほとんど伝わっていない。呪術を施す魔女は、カハブ語で、ダクスタックス、または、台湾語で、バンバーキ、サンケ語と呼ばれる。バンバーキは、カツキシュを操り、生物、 生魚、生肉、生卵が大好物という。深夜に三本足のメス豚に変身して、川で魚を取る。台湾では出産して間もない女性は、ごま油を加えた鶏の煮込み汁を飲んで栄養を取る。習慣があり、鶏汁の方向を変えで、赤子がいる家を見つけ、壁やドアの隙から潜り込んで、部屋に侵入し、赤子の心臓と肝臓を食うそうだ。場所の葉を背に刺し、 空を飛ぶ。夜は自分の眼球を取り外し、代わりに猫の目を詰めることで暗闇でも自在に活動できる。まだ木の上にある果物を勝手に取れば手が果物に強く粘着されてしまったそうだ。アズムとはカハブ族の正月行事である。最も重視され、簡落な祭りである。旧暦の11月に行う。現在では簡略化されている。 パカ県ハゲハゲ前旧暦11月10日に、夕べに先祖を祀って、祭りを間もなく行うことを知らせる。タンクアは、トープル行って、塩漬け鹿肉、酒、飯を備え、先祖に、お参りする。祀っているとき、タンクアは、女性に近づいてはいけない。現代は、それぞれの家で、遺廃の前で祀るという。マブワックチューポリーズヤマズ、アーアイム。 有久歴11月12日に、チューポリーズ山ズアーアイムユーという、月頭の葉で包んだ、黒砂糖入りの餅を作る。台湾語で、アヘシャゲ、ア、ラ、クウエと呼ばれる。それさいに欠かせない。餡は、塩味と甘みがあり。塩味は、千切りのたくあん漬け。甘みは、小豆と生姜の炒めである。ムクモックスマダウアラを旧歴11月13日に、 男性は川で魚を取る。魚は小さいらしく、魚の干物を歯で包んで木の枝にかける。翌日の夕べ、走りながらロソロソヒウロソヌいと叫んで先祖の精霊を誘い、家に帰ってから魚を屋根の下にかけ、皆囲んで酒を飲み、今年取ってきた魚は昨年のより多いよ、という。夜明けにまた男性が年齢ごとに年上から 年下まで、魚を、門から外に投げ送りながら、ハゲハゲ前あアロ、エイリアまた上へ洗う、覇にパハギガイまた上へ洗う、先祖様、魚を取ってください。魚を投げるよ、と唱える、ムーポックイニサット種を作る、マブアックラグジュット肉を、塩漬け、食肉加工をする。アズム当日の行事旧暦11月15日に、町内を歩きながら、ドラを打ち鳴らし、 祭りの開催を知らせる。祭り広場で、祖霊祭を行い、先祖を祀る。一方、病で、APU ダダワンも祀る。生の豚肉、生の魚、生の鶏肉、または鴨肉、生の豚の肝臓、お餅、この五つの備え物は不可欠で、APU ダダワンに捧げる。マゾスは、マラソン大会。優勝者は綺麗な布の旗をもらい授けられる。 エプロンのように着て、見栄えをする。マハレット、焚き火の周りで歌ったり、踊ったりする。まっちりアイアン、一緒にアイアンという歌を歌う。アイアンは、先祖のことを追憶し、記念する歌である。悲しげな曲である。現代は、週末や休日に合わせ、旧暦11月15日に開催するとは限らない。ありがとうございます。